ックが壊れてませんか？私たちからの連絡にも返事がないって。パパ、しっかりして！ああ、なんだ、可愛い子ちゃんじゃないか。何があったの？アストラルギアが奪われたんだ。何か黒い霧に包まれてたやつだった。ギアをですか？タリア女王の仕業。本当にエリジウムを起動させるつもりなんでしょうか？タリア、エリジウム。君たちからそんな言葉を聞くとはね。僕が恐れていたことが現実になってしまったか。長年疑ってたんだよ。エリジウムを最初に召喚したのはタリアで。師匠は濡れ衣を着せられただけなんじゃないかってね。師匠？もしかして博士の師匠って。いつまたエリジウムが発動するのかは誰にもわからない。だが、一旦発動してしまえば、もはや手のつけられないほどの劣化の本流を人類にもたらす可能性が十分にある。しかし、まだ希望はある。僕はこの時のためにずっと準備してきたんだ。備えは十分なはずだ。たった一つの石ころが起こした波紋でも、それは大きく広がっていく。一つのギアが持ってる影響力は、単体での力をはるかに超えるんだ。いいかい、テビ。君は。ストップ、パパ！今、助けを呼んでくるから。セブル、セリア、ここで止血をお願い。ダメだ、テビ。時間がないんだよ。ここにいて、パパの話を聞いてほしい。僕の研究の本当の目的。ウルボサで何があったのか。テビに隠してたことは、いっぱいあるんだ。古代の歴史書には、卓越した魔術師はアストラルギアを組み合わせて強大で恐ろしい力を発揮させることができると記されてるんだ。大地からギアに必要なマナを直接抽出することで、想像を絶する魔法を発動させられるらしい。僕が王立研究所の助手だった頃、僕の師匠、エリザール・ゾストラが、ああ、カロンという名前の方が有名かな。彼がその歴史書の記述を立証したんだ。だが、大地からのマナ抽出には大きな代償が必要なんだ。大地にマナが少なくなれば、劣化の勢力が拡大してしまうのさ。アストラルギアと劣化は、そうやって関係してるんですね。エリザール師匠ほど魔法に傾倒した人はいなかった。彼は魔法の限界を見極めるため、遥か高みの領域まで魔術を極めたんだ。ただ師匠は僕には打ち明けてくれたよ。師匠もまた様々な不安を抱えていたということをね。アナテマの壊滅、師匠と女帝の失踪、エリジウムが起こした劣化の共闘。すべて目の当たりにした僕は確信したんだ。アストラルギアと劣化は滅ぼさないといけない。ゼマ博士、
動乱の後、答えを求めて僕は治安兵団に志願した。しかし、その活動で得られたものは、悲劇と後悔ばかり。僕は、袋小路に迷い込んでいた。パパ、もしかしてウルボサで？そうさ、テビ。本当にすまない。こんなことになるまで、君に真実を伝えられなかった。研究のためとはいえ、僕はウルボサで休眠していたアニマを起動させてしまったんだ。できることなら、すべてをなかったことにしてしまいたいほどだ。たとえそれで君との出会いがなくなってたとしても。でもね、僕はテビに出会えたことを本当に感謝してるんだよ。たとえそれが身勝手な食材のための行いの結果だとしても、今となっては、君のパパになれて幸せだったと、心から思ってる。テビーがいなければ、パパは、とうの昔に全てを諦めてたよ。そんな、パパ、突然すぎて、外の石碑の裏に突き出た岩がある。そこに僕の手錠があるんだ。パパの最後のお願いを聞いてほしい。その手帳に書かれていることを学びなさい。テビーが知るべきことが全部そこにあるからね。いけませんわね。出血がひどい。怪我が深すぎますわ。パパを許してほしい。こんな残酷で理不尽なことにテビーを巻き込んでしまって。パパやめてよ！そんなこと言わないで！間違ってばかりの人生だったけど、僕はテビーの最高のパパであるように必死で頑張ったよ。ただ僕は最初から自分がどうにもならない運命に翻弄されていることも分かってたんだ。決して逃れられないものにね。もう一度だけ言うよ。君に会えてよかった、テビ。結末まで見届けられなくて、ダメなパパだね。全部パパが、パパ、ここまで頑張ったのに、どうしてこんな。まさかゼマ博士が関わってたなんて。博士、そんなに重たいものをずっと背負ってたんですね。私からパパを奪った奴ら、許さない！この賭け、ワイの勝ちみたいやで、バッサゴハン。シーブルがまだ生きとるわ。人の言葉を話すなんて変な動物ですこと。今、バッサゴ陛下の名前呼びました。セーブルではないか。まだ生きながらえておったとは執着だな。我が輩は意外な展開が大好物だからな。ブードゥーはそのことも知っておろう。ええ、
それよりアンさんが負わせた穴いな深でサクッと直されてしもたんは気にせんでええのんか。生意気なチビめが、我が輩は純粋に喜んでおるのだぞ。二人ともタリアと手を組んでるんでしょ。パパを殺したのはどっち。いやいやいや、ワイらどっちもやってへんで。そもそもワイみたいな可愛らしいモコモコがそないなことできるかいな。ああけど、やったんがどこにおるかは知っとるかもな。またしても我が輩から隠し事か、ブードゥー。どうやろな。ただ一個だけ言うとくで、バッサゴハンの読み間違うてないわ。気に入らぬな。我が輩を隠れ蓑にして暗躍していたのが、こともあろうにあやつとは、まったくしゃらくさいことよ。知ってんのならさっさと白状しなさいよ。キャツの名など口にするのもはばかられるわ。ならあんたのペットやつだけにするわよ。好きにせよ。ちょ待ちいな、姉さん、最後まで話聞こうや。あのどぐされ女、タリアを止めやんとワイらまでえらいことになってまうんやで。テビ、ワイらの目的は同じや。この役目アンさんが敵に、ちょかアンさんにしかできへんのや。私がバッサゴーの家畜の言うこと聞くとか本気で思ってんの。三枚におろして夕食に並べてやってもいいんだけど。口には気をつけるのだ、ブードゥーよ。もっともお前の三枚おろしには興味もそそられるがな。ええ加減にしてえな。もうよろしいやん。加減を知らぬお前には言われとうないわ。そろそろ真面目に話した方が良さそうだぞ。さて残念だが、我が輩は所用ゆえここまでだ。楽しい語らいであったわ。ブドゥの三枚おろしの味も後で教えよ。ちょ、バッサゴ待ちなさいよ。まあまあ気沈めてえな。知っとることは全部教えたるよって。ワイのことは大事にせえへんと知りたいことも知れんようになるで。ほやから三枚おろしはかんにんな。ちゅうかなんで獣三枚おろしやねん。どうせやったらバーベキューちゃうんか。オーケー、バーベキューがお望みなのね。かなんな。ほならよう聞きや。地下深くに人怪人だらけの場所があんのや。今でもなんやうごめいとる。そこに行ったら望みの門があるはずや。そやけど、いっぺん見つけてもうたら後戻りできへんから気ぃつけや。運命の扉をひとたび開かば綱渡りで調和を求め、だが調和に惑わされ混沌に隠れる真実を夢見失わぬように、すべて失わねば見えぬ真理もつかめぬ。くだらない謎かけね。なぜこのような話をなさったのかしら。あなたのご主人様に背く行為ではなくて。ああ、あんなワイの主人でも何でもあらへんわ。ワイはただあれと一緒でヤバいお遊びが好きやっちゃうだけや。尊大な言い草もふざけた物言いももうたくさんよ。どこに行けばパパに手を出したやつが捕まるの。わかっとるっちゅうね。でも博士のことやろ。わいかて残念に思っとる。わいはいろんなとこを気向くまま旅していろんなもん見てきたわ。雪吊りの野良がクッキーやらミルクやらにありつけんのは
ほんまありがたかった。ゼマっちゅう男はごっつ変わっとったけど、ワイみたいな面濃い獣にはいっつも優しかった。そやからあの男が愛した姉さんにはちびっとだけ手助けしたるわ。マグマ靴の下？あ、ここって以前凍結運勢が示してた場所じゃないですか。アンさんらの運命が待っとるで。アンジョー頑張りよ。運に見放されんようにな。エリザール・ゾストラですって？そうするとカロンは宮廷用の名前でしたのね。ゼマ博士はソ連に相席で助けられたことがあったとおっしゃってました。もしかしたらそれがカロンさんなのでしょうか。お二人の魂が安らかでありますように。何もかも品切れなのだ。目的地はどこだい？ちょうどいいもの入荷したよ。やだの。いらっしゃい。ちょうどいいもの入荷したよ。ごひいきしてくれて感謝してる。他の何か。ごひいきしてくれて感謝してる。ごひいきしてくれて感謝してる。いらっしゃい。ちょうどいいものごひいきしてくれてか。目的地はどこだい？
いらっしゃい。ちょうどいいもの入荷したよ。ごひいきしてくれて感謝してる。他の何かでお役に立てるかな。ごひいきしてくれて感謝してる。他の何かでお役に立てるかな。ごひいきしてくれて感謝し、ごひいきしてくれて感謝し。お探しかしら。いらっしゃ、冒険で役立つわよ。あら、もうこれ何もかも品切れなのだよ。どちらへ行かれる予定ですか。
Hey!
気をつけ遊ばせ、危険ですわ。you
Thank you.
以前鉱山にいたのはこの博士の魔界クローンね。息絶えてからそれほど時間は経過してないようですわね。でもどうしてここに？あの傷跡、パパの怪我と同じだわ。行こうか。